皆さんこんにちは、ゆりぱんです。ゆりぱんですよ。さあ今回私たちはなんと台湾にやってきました。台湾嬉しい。私たちね、夫婦とも台湾初めて台湾初めてなので、今ねちょうどチェックインしたところなので、ホテルにこの後ね近く早速ねちょっと今日もう初日から夜市などをね楽しもうと思ってます。食べるぞね、行こう。もうお腹空いた。小籠包食べたい。小籠包ね、行こう。どっち行けばいいんだっけ。あっち、あっちね。オッケー、行きましょう。わーいわーい、楽しみ楽しみ、早く食べたい小籠包。ナルパは何が食べたいの？ルーローハンと、うん、なんだっけ、ダージーパイと、うん、あ、ダージーパイ食べるんだ、すごい、あのでかいやつ。下からには食べるぞ。早く食べたい。セブンイレブン。なんかサンドイッチとかも日本で見るような感じなんだけど微妙に違う感じで、なんかホットサンドとかってすごく美味しそう。あ、なんか見て、なんかすごい肉おにぎりみたいなある。うわ、豆乳系のものとか、豆乳だ ね、ね、なんか日本のセブンってやっぱ似てるようで、ちょっとずつこうなんか台湾にしかなさそうな感じのものがあったり、サラダとかもあったりするね。面白い、楽しいね。美味しそうね。近所、ホテルの近所にねこのコンビニがあるから、ちょっと夜全然買いに来れるね。うん、これどういう意味でしょう。第2件6節。え、あ、でも待って、ここになんかさ四捨五入みたいなの書いてあるね。五捨六入、分かった、2個買ったら6個おまけないか。2個買ったらなのか、2個目からはなのか、うん、これ 40% オフらしいです。そういうことか。へえ、じゃあすごいお得じゃん。調べてたんですけど、うん、こちらではなんか何パーセントオフじゃなくて、うん、6割で買えるよっていう。そういうことね。2個目が6割の価格になるよってことか。そうそうそう。結構見るとこういうところにもなんかね、うん、あれいろいろあるし、あ、1個買ったら1個割引。これあ、1層だから違うか。これはなんかもう1個買うともう1個もらえるみたいな感じかな、うん、多分そうだと。面白いね、すごいよ。3個買うとだから 33% 引き。3個目がそうだね、そういうことか。おもろい。そうなんだ、旦那、いきなりちょっと旦那パーのクイズが出ましたけれども、勉強したんですね。さすが。お、また派手なバスとすれ違ったよ。なんかいいね、ご飯屋さんがいっぱい。街歩くといい香りね。え、ほんとますますお腹すくね、これね。パン屋さん、うわ、なんかスコーンも美味しそう。これを開けないといけないね。来ました。ちょっと待って。これを開けて、あ、ここだった。開かないな、これ。よいしょ。よいしょ。あ、あ、こぼしちゃった。シェイシェイ。シェイシェイ。シェイシェイ。すいません。ドゥブチ。あ、やばい。シェイシェイ。わあ、ナンノパンがタピオカミルクティー買ってくれました。台湾の。美味しそう。じゃあちょっと広いとこに来たのでつって。はい、ナンノパンが買ってくれたタピオカミルクティー飲んでみます。初めて台湾で。いただきます。うわ、うわ、うわ、うわ。ちょっとね、これタピオカがね、ミルクティーがめっちゃなみなみ入ってるから、ここのストローさした穴からね横漏れが発生してね大事故になりました。ちょっと気を取り直してもう一回いただきます。
ほう、おいしい、すごい、タピオカがね、大粒の選んだんだけど、もっちもちで黒糖の香りがめちゃくちゃ豊か。黒糖すっごい美味しい。あ、喉に入りそうになってます、タピオカ。うん、でこれ甘さもね、旦那パンが微糖にしてくれたんだけど、程よい甘さ、微糖でも十分甘いから、タピオカのこの甘さがめっちゃ引き立つ。これ美味しい、ありがとう旦那パン。よかった、ね、ちょっといきなり事故ったけど。うん、私タピオカミルクティー飲んだことないです。旦那パンあんまりね、紅茶が好きじゃないんだもんね。はい、うん、なのに買ってくれたっていう。はい、うん、紅茶やな。苦手なんだ。あ、でも結構あれね、本当に甘さ結構控えめになるね、うん、でもね、私全然そのくらいがちょうどいいと思う。タピオカ自体が甘いから、ね、そうそうそう、めっちゃ黒糖の味するでしょ、それ噛んでると。なるほどなるほど、紅茶でした。つまり苦手ってことね。じゃあ私が飲みます。すごい大粒、うん、タピオカ美味しい、確かに。なんかすごいね、地下街楽しい雰囲気だね、面白い。なんか新宿サブナード歩いてる気分っていうの。へえ、なんかプサン行った時もこんな雰囲気のとこあったよね。あったね、ね、ちょっと似てる気がする。うん、面白い。なんかね、しつこいようだけど、なんか美味しい店あったらいいね。ね、台湾でも人気サンリオ。サンリオいた。うん、サンリオおった。お、水晶屋さん。ガチャガチャもあるんだ。ガチャガチャもいっぱい。売ってるやつ一緒じゃん。え、本当だ。ってかガチャガチャもあれだね、なんか日本語で書いてある、ほぼ日本のものってことか。本当やね。へえ、面白い、すごいね、本当に日本をどこでも感じられるという。占いのある、占いのお店。ありますね、いろいろ。日本のものが多い。本当になんかいい意味で海外感が薄いというか。そうね、うん、これなんか初めて来たって、なんかそんなにこう、うん、ビビらないんじゃないか、うん、いや私まさにそれを今言おうとして、なんか初めて来たんだけど謎の安心感を感じられるっていう。なんか大丈夫やろって感じるんだ、うん、メイドさんいたね。でもいいね、楽しいよね、うん。日本のアニメグッズとかもね、いろいろありますし、ハンギョドンもいた。面白いね、ここは。私たちね、ちょっと行きたい小籠包屋さんがあったんだけど、そこにね、行列すぎて入れなくて、代わりにチャーハン屋さんに来たんですけど、ちょっとそこのチャーハンがね、めちゃくちゃ美味しそうなんですよね。で、そのチャーハン屋さんで豚肉のチャーハンと、なんかグリーンピーススープかと思ったら、なんか肉団子のスープが来たっていうね、なんか謎の状況になってるんですけど、食べてみたいと思います。すごっ、え？これすごいね、お肉がめちゃくちゃたっぷり入ってる。すっごい美味しそう、これいただきます。
おいしい、激うまそれ。うん、おいしい。これまずこのね、肉感がすごいね。でしっかりね、塩コショウ効いてて、なんかネギのシャキシャキ感とかも生きててね、めちゃくちゃおいしいです、これ。うん、おいしい。グリーンピースと思ったら違ったスープ、こちらもいただきます。お、あ、おいしい。これはあれだね、味付けがその、確かに胡椒が結構ピリッと効いてる感じだけど、味そのものはそこまで濃いって感じじゃなくて、なんだろうな、胡椒の味しっかり効いてるけど、あっさりめっていうか、茶碗によく合う、おいしい。このね、ちょっと青菜が入ってるからね、いい意味で青菜の香りもちょっとするね。おいしい。ディディーン。さあ、ここは台湾のパワースポットとして有名なロンシャンスにやってきました。はい、素敵。なんか夜の時間帯にね来て、どんな感じだろうって思ったらね、素敵にライトアップされてて、なんかいい感じだよね。うん、夜でよかった、ね、夜もよかったからね。ね、本当ちょっとお参りしに行きましょうかね、今からね、うん、なんか中もすごいきらびやかなの見えるので、ちょっと行ってみたいと思います。楽しみ。わお、わあ、なんかすごいぞこれ、中も。これあれだね、青森のさ、ねぶた祭りみたいな感じ。すごいね、綺麗。向こう滝あるし。本当だ。天井もなんかすごいよ、もう綺麗な作り、ほんと。本当だ。なんか食べた。すごいマッサージ屋さんも。出口、出口。写真。何あれ？何あれ？悪いの？あん中入れるのかな？入れなかったら無駄やなあれ。まあ確かに。何だろうねあれ。さあ今。噂のシーリン夜市にやってきたんですけれども、ここのにぎわいすごいな。なんかすごいのあるよ。なんだあれ。アヒルがぐるぐる首回してる。この輪投げ難しすぎやろ。いろんな遊びがあってさ、子供心をくすぐられるというか、ほんといろんなジャンルね。面白い。あ、はい、シェイシェイ。すごい、暑い。あ、これ？おう。シェイシェイ。シェイシェイ。シェイシェイ。お、
熱っ、熱々だね。胡椒餅旦那パンも私も念願食べたかったやつだ。あのリポートしてる場合じゃない。やんばいよこれ。いただきます。お、うん、いい音、うん、全然具まで届いてない。本当だ。確かに胡椒結構しっかり効いてますね。で、八角も効いてますね。ジューシー。おいしいおいしい。あ、ここエリンギだ。はい、エリンギ。エリンギ屋さん見っけ。エリンギじゃん。エリンギ食べようこれ。ねえ。いい香りだでも。私ここの感じも結構好き。エリンギしかない。なかなか見ない光景だね。はい、あのちょっとね、私たち楽しみにしてたエリンギ屋さんを見つけましたので購入しました。エリンギをなんかタレつけて焼いてカットをリズミカルにしてシーズニングが2つ選べるので、私たちは海苔となんかローズ塩ガエみたいなやつ選びました。美味しそうこれ。いただきます。ちょっとこの塩がついてるとこがいいね。うわ、厚切り肉厚のエリンギです。もう超いい香り。いただきます。美味しい。これ海苔ね、正解かもしれない、うん、海苔のこの磯の香りがまずふわっと香るんですけど、エリンギがなんかねみずみずしい感じなの、うん、すごい美味しい。ちょっと貝食べてるみたいな感じもあるし、うん、すごいなんか、うん、キノコっていうよりその本当にもう少し歯ごたえとか弾力とかを兼ね備えてる感じ。めっちゃ美味しいこれ。なんか流行ってんだよね今。ねえ、美味しい。多分もともとのタレもちょっと甘辛い感じなんだろうね。すごい美味しいよこれ。美味しそう。いただきます。指のここまで。これ実旦那パンの顔とほぼ同じぐらいじゃない。あらそう。いただきます。どうぞ。うん、歯落ち、あ、おいしい。やっぱジューシーだし、外にかかってるスパイスがなんかね、辛くない、あの辛すぎず、塩辛すぎず、絶妙にいい味出してるよこれ。うまいよ、味がまずうまい。旦那パン食べたがってたけどさ、もう結構食べたし買おうか迷ってたけど買ってよかったね。うん、これは歯落ちいいです。はい、ということで今日は、ね、台湾1日目が終わりまして、帰りセブンイレブンでこのね謎の豆乳みたいなのを買ってねお部屋に戻ってきたのでちょっと飲んでみましょうかね、うん、お疲れ様ということで。無添加糖って書いてあるから、ね、甘くないやつだと思うんですけど。豆乳じゃないから、ね、普通にねえだと思うんだけど、あ、
これ開けたらさらに銀キャップ買ったよいしょ。ちゃんとしております。結構硬いねこの銀キャップが。ヤクルトみたいね。ちょっと私爪が剥がれそうだなこれ。ネイル剥がれちゃった。これ硬いの？硬い、全然開かない。これストローとか刺して飲むやつなのかな、もしかして。開かんだよ。本当に開かないんだけど。あ、これ？そういうことだ。だからこれ、なんだ、なんか私さ、これキャップにね、変なこの見えるかな、これ突起がついてて、なんだろうこれと思って、さっきちょんちょんって触ってたらこれだったんだ。なるほど。面白い。これをこうして。コースは。いうことか。面白いけど知らないとわからないね。そりゃそんな硬いわけないよね。面白いね。開いたね。これでちょっと仕切り直しですけど、はい、もう一回いただきます。ちょっと飲んでみましょう。よいしょ。うん、あーこれあれだ、無調整豆乳だこれ、うん、ちょっとね、いつも調整豆乳飲んでる私たちには少しきついねちょっとこれはもう無調整豆乳です。無調整豆乳好きな方にはおすすめできる味。いや俺全然大丈夫だけど。本当、うん、私結構苦手なんだよね無調整。豆腐好きなんだけどね。でもちょっと綺麗に切らないと唇切る可能性があるねこれね。ちょっと危ないかも。結構あれやな、あの日本でよく見る、よく見る某有名な無調整豆乳よりも豆腐の味に近い。うん、結構もうそのまま豆腐だもんなこれ。ちょっとね私苦手かもこれは。豆腐好きだし豆乳も好きなんで。買ったん無糖で買ったのに。いやもうお砂糖入ってるものきつくてもう今日はいっぱい味濃いもの食べたし、まあでも最後ねすっきり締めるのには良かったのかもね、うん